トレーニングの動画を撮ろう、お見せしようっていう回だよね。はい、そうなんです、実は。どうしよう、違いますか。違いますか、じゃあ、それ着替えタイム。お着替えタイムしますか。はい。じゃあ、後でね。はい。じゃあ、着替えてきます、私も。私はいつも、はい、寝る前とかにやってるものがあって、おう、それはこれ、ストレッチポール。ストレッチポール持ってるんですね。そう、ストレッチポールをいつも使って体をほぐしてるんだけど、うん、こう置きます。で、ここに寝ます。おー、あ、でも、いいですよ。画角すごく。で、これでいつも、こうやってゴロゴロしたり。おー、気持ちよさそう。けど、こうやって腕上げて、今ちょっとこう、壁足りないんだけど、こう、手を上下に動かして、肩甲骨のところがすごい刺激されるから気持ちよくて。ああ、絶対気持ちいいですね。肩甲骨すぐ凝っちゃうから。私も前流れして、上に上げて、下に下げて、上に上げて、下に下げてっていう、この動きもすごい気持ちいい。で、全然体に余裕な時とかは、まっすぐ、この上で、足上げ腹筋したり。ああ、その上でやるんですか？きつそう。そう、すごいバランス感覚が必要だから、体幹もつくし、この下っ腹のところに効くから、結構私的には、ツボというか、気持ちいいです。っていうことをね、よく。これ必需品だね、私は。ストレッチポール大好き。好きになってきた。やっぱやるのとやらないの変わります？ストレッチポール。体が、こう、楽になる。やっぱりそうなんですね。無視した方がいいなと思うし、なんか、鍛えるのももちろん大事なんだけど、鍛えて、こう、伸ばしてあげることで、次の負荷をもっと深くかけられるから、私はストレッチポールは、結構おすすめ。ありがとうございます。まほちゃんは何かありますか？紹介してください。まほはなんか、まあ見たい映画とか、多分このね、長い休みの期間だと多分映画見たりとか、まああとニュースもね、すごい大事になるんで、うん、まあなんかニュースとか映画とか、その映像を見ながら、うん、体を鍛えられる方法をよくやってます。例えば YouTube 見ながらの前にパソコンを置いてプランクで、タイマーで3分測って、あ、3分測りすぎた。まあタイマーで、まあ、自分の3分くらいまあタイマーで、まあすごいね、2分とか3分とか、まあ1分とか時間決めてやって、うん、休憩取って、で休憩時間もタイマーかけて、でまた測ってっていうのをよくやってます。だからこれだと、これはなんか趣味しながら体が鍛えられるから、うん、まあなんかトレーニング苦手な人でも、まあ、楽しくできるかなって思います。でこれがメインはプランクとか。はい。腹筋を鍛えてるってこと？はい。なんか、インナーマッスルで、ね、体幹なんですけど、なんか、この動作は、一応腕にも、負荷かかるし、足にも負荷かかるし、なんか、いろんな、なんか体全体的に引き締めることができるので、おすすめです。うん。で、あとは、これも、何か、見ながらできる。そう、私、お尻のトレーニング本当に苦手なので、
もう最低限やってるお尻のトレーニングが、この横になって、横になって、足を、まあ、90度よりちょっと、まあ、90度くらいの角度にして、お尻を上げて、最後まで下ろさない。で、上げて、最後まで下ろさない。っていうのを、結構そのニュース見ながら、とか映画見ながらとか、あと好きな歌手のミュージックビデオを見ながら、そのなんかミュージックビデオ一本分ずっとやり続けるとか、いうのをやってます。なるほどね。それはもう、トントントンってリズムよくやっていい？そうですね。これは、あんま早くやりすぎると結構きつい、この太ももに負荷がすごいかかっちゃうんで、なんかちゃんとお尻を引き締めるのを意識して上げて、ゆっくり下げて、上げて、ゆっくり下げて、ちゃんとお尻に意識しながら、まあ、ゆっくりやるのがおすすめです。すごい効きそうだね、太もも。すごい、太もも効きます。効きそう。太ももも効くし、お尻も効きます。なので、まあ、こういうトレーニングで、まあ、好きなことをやりながら、好きなことを費やせる時間だから、で、まあ、なんか、できるだけ、ね、有効にこの自宅時間を使えるかなと思います。うん、なるほどね。でもストレッチポールいいですね。すごい勉強になる。今度やってみるね。はい。いいよ。本当に一個持ってたら使えるから、うん、こういったところにも例えば。今日は、その肩周りいっぱいやったなって思った日とかなんかに、こう置いて、置いて、こうやってやってあげるの。気持ちよさそう。そうすると、ここら辺とかも、こう、あ、気持ちいいし、結構張ってるんだよね。こう、鍛えすぎると張っちゃうから、そういったところを、鍛えてあげるだけでも全然違う。万能なんですね。あとは、私結構、お家だと、ストレッチメインでやることが多くて、俳優の保坂さんが紹介してるグッズなんだけど、こういう電動を。あ、見たことある。電動の。ワイフォーにあります？マッサージ器具。ワイフォー、あ、ワイフォーにあるかわかんない。ただ、お尻とかを鍛えた時とかは、これを、ここに置いて、靴下がかわいい。こうやってやるだけでも、もう、気持ちいい。気持ちよさそう。この電動がね、また気持ちいいから。ほうかさん、めっちゃお尻鍛えた。そうそう。こういうもも裏とかを、やってあげるだけでも全然違う。欲しい。私も筋トレグッズ欲しいな。懸垂マシンはどうやって、なんで買おうと思ったの？なんかそう、Wi-Fi に、あ、そう、私も Wi-Fi に通いたいなって思ったんですよ。あの器具使いたくて。あの上下の器具使いたくて。でも、このコロナで結構その、人が密閉する空間危ないっていうのを聞いたのと、このラックめっちゃ安かったんで買いました。6000円ぐらいで安くて売ってるよね。はい。ほんとそのぐらいです。ね、私もそれぐらいで注文しました。あとなんか腹筋1個紹介していいですか？今思いついた。はい、なんかその、ジムに多分行きたくても行けない人が多分多いと思うんですけど、その、まあ多分それって多分何が一番困るかって多分負荷をかけられないことだと思うんですよ。あ、そうね。そう。なんで、その私は、
ジムに行けないときは、この2リットルのペットボトルに水を満タンに入れて、ちょっと今入ってないんですけど、入れて、ちょっと腹筋で例を出すんですけど、で、この重りに逆らいながら下ろす。おぉ。っていう腹筋がかなりお腹に負荷がかかって。効きそう。これめっちゃおすすめです。下っ腹に効く？それとも本当にお腹に効くの？これめっちゃ全体的に効くんですよ。この下ろす動作の時に下っ腹に効いて、起き上がる時に上に効くので、結構まんべんなくお腹が鍛えられるようになってます。すごいね。で、この2リットルのペットボトルは、大活用してほしいです。じゃあ、今回ね、まほちゃんと私で、たくさんてか、ちょこっとだけ、こんな YouTube だけ、お家でできるストレッチだったり、トレーニングだったりを紹介したので、ぜひ、この機会に、やってほしいよね。やってほしいです。この機会だからこそ。はい、みんなで、美ボディを目指しましょう。目指しましょう。はい。ということで、まほと、ほのかでした。バイバーイ。バイバーイ。第166回ハモニーチャンネル始まりました。このチャンネルでは、ハモニープロモーションのタレントの告知情報や、私、塚田の個人的意見、感想をお届けいたします。ちょっと噛みましたね、今。今週も、コロナウイルスの、関係もありまして、今一人でお送りしております。ね、3密にならないようにと、今回もちょっとね、マスクを着用した上で撮影させていただいてます。早速今週の告知いきます。マルタからです。4月20日フジテレビ特ダネ出演します。マルタ特ダネですね。今多分結構やっぱメインになってくるのはコロナウイルスの話になるんじゃないかなと思うんですけども、実際ね、直前になってみるとやっぱ報道番組は何が起きるか分からないっていうのもあるんで、いろんな多分情報がその時その時によって変わってくるとは思うので、ぜひご覧いただければと思います。グローバーです。4月20日 NHK E テレベーシック数学に出演します。これナレーターですね。今レギュラーで NHK のナレーターの番組なんですけども、今ね、自宅待機とかで多分学生さん皆さんね、家にいる時間結構多いと思うんで、こういったこう勉強番組とかね、見ていただけるとやっぱちょっとでもやっぱ勉強になるんじゃないかなと思います。多分学校から宿題とかも出されてると思うんですけどね、ぜひご覧ください。続きまして安めぐみです。4月21日NHK E テレ趣味だけ出演します。これ先週もね、告知出させていただいたのを、続きなんですけども、体幹トレーニングですね。今とかね、ほんと多分家にいる時間やっぱ体幹とか家でできるものとか多分全然あると思うので、ぜひ見ていただければと思います。続きまして橋本真奈美です。4月22日読売テレビ浜ちゃんが出演します。これ、先週のこれも続きですね。芸能人福袋の回ですね。これ売る編っていうんですかね。これはその売る側の人たちが結構メインになってるんで、売る編になります。ご覧いただければと思います。じゃあ今週以上です。